はい、どうも、梅亀チャンネルです。こんにちは。はい、こんにちは。今日は、この前のね、三角くじ景品シリーズ第1弾。というわけで、はい、ネクストチャレンジャーズのを4パック開けていきます。いつもはね、3パックなんで、今日はね、たまたま3パックでやっちゃうと次の時に1パックになっちゃうんで、まあ22にするかとかいろいろ考えたんですけど、まあ結局ね、まあ大サービスで4パックやっちまおうぜってなって4パックです。はい、という感じでね、開けていきましょう。パック目からね、もうなんか出ちゃうと困るんですけども、まあいいでしょう。はい、ファーニマルラビット、グレートウォール、クリフォートディスクっていう、なんかこう CD みたいなのゲット。GD かな？光ってます、一応。はい、スーパーレア。こっちが光ってるかと思ったけど。アークテクデクレアラーっていう。英語難しいね。うん。非常に英語難しいね。2パック目。よし。なんかね、結構ね、これ光ってると思いますよ、持った感じ。ファニマル、ベア、リンドブルーム、ガードゴー、ネイキッドドラゴン、デストイシザウルフというね、僕のサーチ能力のなさをね、まあ、配信してしまったわけですけども。まあ、後半行きましょう。はい、後半2パックね、めげずに開けていこうと思います。はい、そんなのはそうでもいいんですが、クリフォートシエル、クリフォートシエル、2回言っちゃった。クリフォートアーカイブ、クリフォートレス、サテラナイトベテルギウス。あれ、さっきも見たな、これ。いや、なんか最近レアかぶりが多いですね。何なんですかね。切ったかと思ってた。サテラナイトプロキオン、暗いっすね。サテラナイトプロキオン、ファニマルラビット、帝王の号機、シャドールハウンド、デストイシザーベア、シザーベア。まあ、4パックでね、2パック出たからいいんじゃないですか。ちょっと適当になってきたんですけど。はい、こっちがウルトラレアで、こっちがスーパーレアです。はい。というわけで、4パック開けていきましたが、2枚出ました。はい、とりあえず今日はね、3等のね、景品開封シリーズ。うん、ちょっとなんか違うけど、まあ、3等の景品をね、4パック開封していく動画でした。概要欄にね、いろいろ貼っとくし、で、最近ね、もう噛んだらそのままにしていくんで、はい。貼っとくし、その三角くじのやつも貼っとくからよろしくっていうね、もう謎のキャラに入ったんですけども、とりあえず終わりだ、これは。今日はこれで終わりだ。どうもありがとうございました。